はい、ハスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ファスティングにご興味があるあなたにですね、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、ファスティングをですね、サポートをさせていただいているですね、お客様からの質問に対してお答えさせていただければと思います。はい、平日ですね、仕事をしながらファスティングをしたいあなたへというタイトルでお話しさせていただければと思います。はい、なぜですねこのお話をさせていただくかというと、結構ですね、平日にですねファスティングできるんですかっていうふうにですね、こう不安だったりですね、こう心配されている方とかですね、ドリンクをどういうふうにこう持ち運べばいいのか、毎回作ればいいのかとかですね、作らなくてはいけないのかっていうようなですね、こう心配をされていらっしゃる方がですね、結構多くいらっしゃいます。はい、よくいただく質問ですので、ちょっとこれをですね、動画でお話しさせていただければなというふうに思います。はい、まずですね、平日仕事をしながらファスティング全然できます。全然できます。なぜかというと、ファスティングドリンクをですね、取りますので、仕事中でもですね取りますので、1日に必要なエネルギーはそれで確保できるんですね。確保できますから、なので私もですね、生体の仕事がメインでやっていますけども、全然ファスティングしながらですね仕事しています。はい、でご飯を食べる時間がいらないので、仕事の時間すごく増やせますし、かつですね、こう変に眠くなることもないので、すごく集中できます。はい、なので忙しい時、私はファスティングしたりとかします。ファスティングをする時はもう思いっきり仕事入れたりとかするんですね。はい、全然できます。まあ、ある程度のこう力仕事ではあるんですけども、問題なくできています。はい、でここでですね、ドリンクをですね、こうどうやって持ち運べばいいのかっていうような質問もよくいただくんですね。でドリンクに関してはなんですけども、まあ分量ですね、分量あるんですけど、分量ですね、まあマナの場合は 40mL×8 なので、シハ30に 320mL っていうのですね、 40mL をこうコップ1杯の水でこう薄めて取ってくださいっていうふうに、私はサポートさせていただくときにですね、お伝えするんですけども、それをですね、こう毎回作らなくちゃいけないんですかっていうふうによく聞かれるんですね。はい、それはですね、当日分の分量でしたら、ボトルにですね入れていただいて、水と薄めて作っていただいて、持ち運んでいただくことは全然構いません。はい、ただですね、何日分も作り置きしてしまうとですね、その容器の衛生状態が良くないとですね、やはりこう腐敗しやすいんですね。傷みやすいです。はい、傷みやすいものです。やっぱりこう酵素ドリンクっていうのは発酵したものですから、傷みやすいんですね。なのでですね、ボトルもですね、できれば、プラスチックのペットボトルよりもですね、ご自身で持っているステンレスのですね、タンブラーだったりとか、そういったものが傷がつきにくいですから、傷がついてるところにやっぱりこう汚れがたまりやすかったりしますから、できればステンレスのタンブラーだったりとかの方が望ましいです。でも当日分だったら、綺麗なボトル、綺麗なペットボトルだったらですね、当日分を水と薄めて持って行っていただいて、それで持ち運びながらですね、こう1日の分量を取っていただくっていうことをですね、していただければ問題ないのかなというところです。あとはですね、私もサポートさせていただくときは2時間おきに取ってくださいというふうにお伝えするんですね。2時間おきに取ってください。それはですね、こう一気に飲んでしまうと、やっぱり血糖値のですね、こう上昇だったり下降だったりっていうところをできるだけ起こしたくないんですね。一定の血糖値をこう保ちたいんですね。そっちの方がこう空腹感も感じにくいですし、一気にやっぱり血糖値上げると、こうどうしても体って下げようとしますから、そこでまたこう苦しくなっちゃったりとかしますから、なんで一定の血糖値をキープしたい。かつですね、2時間おきにしっかり分量を取るってことは、分量を間違えるってことをたまにやってしまう方いらっしゃるんですね。それを防止する方法にもなります。でもその2時間おきになかなか取れないですっていう方はですね、望ましくはないんですけども、その時間、取れる時間に取っていただいて、1日の分量が間違わなければ、問題はないのかなっていうようなところです。ただそのちょっと血糖値の上昇下降が起きますから、少しですね、こう空腹感がこう感じやすいのかなっていうふうには、一気にその時は満足してもちょっと下がってしまったり、血糖値下がると少し欲しくなっちゃったりしますからね。なので、ちょびちょび飲んでいただくのがベストなんですけども、分量を間違えないように、1日の分量は間違えないように注意してくださいっていうようなところ
ですね。それがですね、まあ、平日仕事をしながらですね、ファスティングをされたい方へのですね、まあ、アドバイスというかですね、はい、やり方のですねをお伝えるメッセージに、はい、なります。といったところでですね、もしですねご質問等あれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひご質問ください。またですね、次回以降もファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひですね YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、では本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。